ジュール・シェレは、フランスの画家、リトグラフや、イラストレーター、ポスターの大家となり、この分野では大変な人気作家となった、アール・ヌーボーの先駆者の一人とされる、デザイン専門学校に通った、アントワーヌ・ヌバトーに浸水しており、シェレのモットーは、軽やかさと動きであったようだ。シェレのポスターには陽気で、優雅で、常に動きのある女性が多く登場する。 一目でそれとわかる。この女性は、シェレのスタイルの特徴となっており、シェレットと呼ばれる。シェレの父は、食事校であった。1849年から3年間リートグラフの教育を受けた後、宗教画を専門とする企業で職人として、働き始めた。国立月産学校の夜間部に通い、オラース、ルコックド・ボアボードランに記憶スケッチと動きのデッサンを、教わった。 1854年にロンドンへと旅行した後、1858年にシェレは、ジャック・オフフェンバックのオペレッタ、地獄のオルフェの非常に目を引くポスターを制作した。翌年には再びロンドンへ渡り、ターナーとジョン・コンスタブルの作品に感銘を受けた。また調考師、ユジェーヌ・リンメルとも出会い、リンメルは、シェレの友達かつ、パトロンとなり、シェレは、リンメルのために、 ラベルや花飾りを制作するようになった。1866年にシェレは最初のリトグラフ工房をパリに開き、数百作のポスターを制作した。1881年には印刷工房をシェシャに譲渡し、そこのアートディレクターに就任。1889年にはパリのポチネール劇場でポスター、パステルが、ガッシュガの最初の個展が開催された。パリ万博では、 金メダルを獲得した。1890年には、レジオンドヌール勲章のシュバリエに除勲され、絵画での活動を開始した。収集家のジョセフ・ビッタと出会い、パトロンとなったビッタ・ニッシェレは絵画を上渡した。1895年には、装飾作品の制作も始め、指定と公共建築の両方で記念碑的な装飾を手掛けた。 エビアンでは、ビッタ男爵の、もみはやし邸。パリでは、市役所のロビーやクレバンドー人形館の劇場の、ドンチョヌイーシュルセーヌでは、モーリス・フナイユ邸の装飾。ニースでは、剣の宴会場など。1925年にシェレは失明し、描くのをやめた。1932年に、ニースのモンボロンにある、ホレアルソーで亡くなった。カカオラ・ラシェレの作品は、 フランスのアンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、ピエール・ボナール、エドアル・ビュヤール、イギリスのダットリー、ハーディ、ベルギーのアンリ・ムニエ、アンリ・プリバリブモンなど、この時代の画家たちに影響を及ぼした。シェレの作品は陽気なものであり、様々な技法を容易に使い分ける能力もあったので、必然的にポスターを多く手掛けるようになり、シェレは、この分野の開拓者となった。シェレが制作した。 数百種のポスターは、ホリーベルジェール、グレバンロー人形館、デパート、ダンスホールなどの当時有名だった場所の生き生きとした証言の宝庫となっている。シェレは、社交界好きであったので、名声を獲得し、大事主の邸宅や公共建築の記念碑的な装飾を制作することになった。一例として、1900年に描かれたグレバンロー人形館の劇場の非常に、 華麗なドンチョでは、ピエロとコロンビーナが歌い踊りながら陽気なファランドールの列をパリの夜空へと導いていく情景を描いている。ありがとうございます。